大きなってきたね、子ガエルちゃんたち。一番右上の中ね、もうプニプニでね、つぶつぶの体がね、あれゴーヤですね。特徴で取るわ。あんだけ背中につぶつぶつぶって出る子も珍しいな。ヒキガエルみたいですね。で、ヒキガエルみたいな体験になってきとるもんね。もんね。またゴーヤのね、隣にいる子が、ね、あの一番ちっちゃい子ですよ。ちっちゃいけど頑張って食べるから、なかなか腹ペコがね、逃がせずにいる子。本当はあの大きさの子はね、もう庭に放した方がいっぱいちっちゃい虫がね、いるんで成長しやすい気はするんですけどね。でも頑張って食べるんでね、逃がせません。人懐っこさまってね、最後お別れしようかって覚悟決めてね、平安歩した時にね、本当腕から肩、首、後頭部で背中まで回ってピョン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 跳ねて逃がせんくなっちゃって、余計にあっとした。ご飯は昨日かおとつあげたやろ。今日のね、夜がまあご飯の日なんですけどね、待っとって。今はね、いっぱい消化して出してほしいんだ。あんたポコやろ。目が黒いクリクリのこの緑の子、プクに顔が似ててポコって言ってた子、あんたそうやな。綺麗な白いこの女の子だな。体大きいし、プクは男の子だったけどね、可愛らしい顔しとって。そして歌舞伎も見とる。歌舞伎もご飯待ったらね。あんた歌舞伎の横の子はちょっとね、まだ名前のない子ですね。名前のない体のちっちゃい子は順次逃がすはずだったんだけど、今年まだ14匹中の2匹しか逃がせてませんね。なかなか逃がせません、可愛くて。でもちっちゃい子はな、多分庭の方が餌が豊富な気もするけど、この子がなんか鳴き声よくあげる子だと思うんですけどね。泣いてみ、ちょっと。めめ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 め。ダメか。めめ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 。モグラはね、僕の鳴き真似に反応してくれるんですけどね。あ、この子ちょっと可愛いね。横からの姿ちょっと記録で残しておきましょう。この子まだ名前がない子ですね。左の後ろ足をどかした時に黒いね、模様、シミが出てたら、もしかしたらケロッピの上に乗ってたね、ケロピちゃんって仮の名前つけたね、可愛らしい顔した女の子っぽい子がいて、ケロピの可能性もあるけど分かりません。あとこの毎回背中に模様出してくれるこの子もまだ名前ついてません。この子はね、太郎系といってね、漢字のね、漢数字の6みたいな模様が出てますね。大きくなるうちのね、その遺伝子プールでこのね、背中の模様大きくなるんですけど、眉毛はね、マロですね。この子マロ眉毛でね、体大きくなった子はね、過去に僕庭でしか見たことないかな。うちです捕まえて育てる子、大抵あのね、カモメ眉毛なんです。眉毛つながった模様、このマロ眉毛の子がどう成長するか、ちょっとこの子体大きいんで、おそらく、ね、残すと思うんですよね。ワクワクですね。で、体まあまあ大きいし、こう可愛らしい顔したね。これ真ん中の左向いてる子とか、もう明らかにね、顔立ちのね、特徴がね、出てる子。この子はね、豆太郎みたいな可愛い顔になる可能性大ですね。目がクリックリで、おそらく女の子なんで特徴が出てるんで、豆太郎みたいになるかもな、この子もな。可愛い顔しとる。血統的に近いはずなんで、全部ね、うちの庭で捕まえてるんで、豆太郎、太郎、メロン、で、空豆だけはね、背中の模様がね、このね、漢数字の6とか太いラインで出るあの系統と違う模様なんですよね。で、ちょっとスリムなんですよ、やっぱり空豆。ただめちゃくちゃ長生きの遺伝子持ってるみたいでね、空豆の背中の模様は。
これからね、そら豆のああいうね、なんかまだらみたいな模様の子はちょっとチェックですね、庭でも。めちゃくちゃ長生きする可能性がある。とんでもないね、遺伝子も。あ、隠れとる、誰、全くわからん。歌舞伎もさ、ポコのがでかいんじゃないなんて、あれ。そんな気すらするんだけど。皆さん覚えてください。この子がポコです。もうさすがにね、パッと見でわかります。で、ポコに寄り添ってるこの子顔かゆく、やっぱりこの子ケロピかもな。仮の名前ですよ、ケロピって。ケロピのね、人形を水槽に設置したら、ケロピのね、頭にね、ぴょこぴょこ乗ってたんですよ、以前。で、それでは可愛いな、ケロピの頭乗ってる子可愛いなってことで、仮の名前でケロピっていう、めちゃくちゃ単純な名付け方。またね、いずれメンバーシップ会員様に名前をちょっとね、いろいろ募って、最終的に多分決めるのは、その中から選ぶのは腹ペコになるんでしょうけれども、このね、ゴーヤみたいにね、いろいろ名前をね、このゴーヤもね、メンバーシップ会員様にね、つけていただきました。おー、ぴょこ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 。あんたら大きくなったらちょっと狭くなってきたな、水槽がな。もうね、実はもう一個ね、縦長のね、いい感じの水槽準備してありましてね、そろそろ餌やりの時以外は水槽2つに分けようかなっていう段階に来てますけど、それをするか、もう本当にね、心を鬼にして体ちっちゃい子を順次5、6匹ぐらいね、庭に放したら、今12匹いるんですけど、ざっと半分の6匹になったらね、もうしばらくこの水槽でもね、飼育可能かな。で、水槽一つの方が管理しやすいんですよ、体調面も含めて。ただし、あんまりぎゅうぎゅうになるとね、ストレス溜まったりすることがね、今後増えてくる可能性があるんで、なるべく広いスペース保ちたい。で、そうするには水槽を分けるか、数を減らすか。ああ、お腹の下に隠れようとしてる、あの子。ゴーヤがね、体型がヒキガエルのプニプニ肌だもんでね、あのちっちゃい子、このちっちゃい子にもちょっと名前は付けたいですね。この子だけはもしかしたらね、残すかもしれませんね。ちっちゃい子逃がす。あ、もうゴーヤプニプニだもんで、今度お尻から、お尻の肉にこう入っていこうとしたら、ここまで現れた。この子もちっちゃいな。この子もね、本来なら去年だったらもう逃がしてるサイズですね。庭でも幼体増えてきましてね、豆太郎のね、あの木っていうね、歴代のアマガエルたちのね、お墓があってね、そのお墓の上にね、金木犀の木が植えられてて、金木犀の木にね、庭に放した子とかね、なんか自然に集まってきた幼体子ガエルがね、いっぱい群がってました。写真、ツイッターに上げてますので、ね、もしよければ概要欄からツイッターに飛んでいただけると出てきますのでね、かわいい子ガエルがね、2匹、豆太郎の、僕が作ったね、手書きで書いた、豆太郎の木って書いたね、看板に、おおおお、もうヒキガエル化したゴーヤの背中にもうまとわりつくものが現れだした。ほら、背中にね、ブツ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 、ゴーヤみたいにね、植物の野菜のね、おっきいな。おっきいけど、ちっちゃい子が周りにいるから大きく見えるんだけど、一番大きいのは多分ね、このポコか、もうね、初期の頃から圧倒的でかさを誇ったこの歌舞伎。顔に特徴がある。目の下にちょんちょんってね、点があるんで、分かりやすいかと思います。全員0歳ですよ。全員0歳。生後1ヶ月、もう生後2ヶ月になるかな。この子も可愛い顔立ちしとるな。この子もね、育って個性が出てきた。あ、振り向いた、可愛いな。この振り向いたね、姿が綺麗に撮れた時とかにね、ちょっとまた T シャツの絵柄にしたいですね、すずりで販売する。今んとこすずりで T シャツ化された子はネズミさん、豆太郎、おお、ちょっといい角度、これ撮っとこう。ちょっと皆さん、すいません、ちょっと遠目で撮って、アップでも撮って、このノイズはね、多少消せるんですよ、今すごいアプリがあるんで。ありがとう、ありがとう。あ、収まった、収まった、ちっちゃい子。やっぱもういっぱい友達できて、こっから出たくないわな。この子頑張ってさ、食べるんですよ。出たくないよって言ってな。わかった、わかった。
なんとか餌確保できるうちは確保するわ。でもごめん、もう無理だわってなったら、その時は庭の友達と暮らしてくれ。この子よりもっとちっちゃい子がね、2匹すでに庭でもう自然界に適応してね、生きてるんですよ。大きい葉っぱで、この暑さの中ね、水も湧いてますからね、庭に定期的に。過ごしやすいとは思いますよ、うちの庭は。